すみれちゃんはもう生粋のノーマンでしょ、はい、そうなんですか。私はもうノーマンにやられちゃってて。どの辺いや、なんかもう私エマを演じてるっていうところもあってか、やっぱりそのノーマンにそういう言葉を投げかけてもらう、そういう言葉っていうか、ちょっとキュンってなる感じ。そんなないですけど、キュンとなるような言葉を言われるのがお芝居の中でも結構あって、うん、なんかそういうの聞いてるとやっぱりかっこいいなって思ったんですよね。好きだとか、なんか第1話のところでも、あのベッドのとこに背もたれこう寄りかかって、なんか逃げようみたいな、あんな暗いところであんな近さであんな優しい目で言われたら、私はもう落ちちゃいますよね。なんかずるいなって思います。ノーマンはすごい女の子をこう手のひらで転がしてるような。そうね。でも転がされたいっていうなんか欲望もあって、でもこれは悩むな。さっきのその伊勢さんのおっしゃってたこともあるけど、なんか、どっちがいいかな。付き合うってなったら、付き合うってなったら、そうや。例えばさ、なんか、例えば、女の子がさ、はい、なんか、ノーマンにさ、はい、ねノーマン、今日一緒にご飯食べようって言ったらさ、絶対ノーマン断らないと思うの。断らない。いいよ、一緒に食べようって言って、うん、あ、今も一緒に食べようよって多分誘ってはくれると思うんだけど、はい、みんなで一緒に食べようになると思うの。はい、だけど、レイの場合は、はい、ねレイ、一緒に食べようって言ったら、あ、ごめん、俺、エマと一緒に食べるから。で、多分、断ると思うの。やばい。あ、多分、そう思わない？そんな感じしない？他の女子とは喋らないみたいな感じになってくれそうな気がして。いいなこの胸の高鳴りは来い。やばい役ねばにすごい恋愛感が。